小田作之助の像、小田作之助10月26日から1947年1月10日は、日本の小説家。終戦後、太宰治む、坂口安吾、石川敦司らと共にブライ派、新下作派と呼ばれ、小田作の愛称で親しまれる。夫婦全在で、作家としての地位を確立。1913年、大阪市南区幾玉前町にて、しだしや。 魚春の織田鶴吉、高江の長男として生まれる。仕出し屋とはいえ、上塩町筋より路地を入った、初位、裏棚であったが、中央区上を一丁目の一角に、当時の家並みが唯一残っている。当時両親は、母方から、結婚反対にあっていたために、婚姻届を提出できておらず、戸籍上は、母の兄、鈴木康太郎の老い、鈴木作之助という形を取った。 作之助が小田作之助となるのは1926年に両親が正式に入籍を果たしてからである。1920年、大阪市立東平野第一人女、高等小学校に入学。1931年、旧正大阪府立高津中学校を卒業し、第三高等学校文科校類に合格を果たす。1934年、 卒業試験中に確決し、白浜温泉への転地療養を余儀なくされる。その後、復学はするものの、勉学に対する意欲を失い、街歩きに明け暮れるようになり、結局1936年に出席不足で退学した。1935年頃、後の妻となる宮田和恵と出会い同棲生活を始める。同時期、作家活動を開始。当初は劇作家志望で、 学水開雑誌に、擬曲、常絶を発表したりしたが、スタンダールに影響を受けて、小説会思考を転換。青山浩二らと共に、同任誌、開封を、創刊。1938年には、諸女作、雨を発表して、武田林太郎の注目を受ける。1939年3月に帰還。長誌、辰の突撃先である、武中国次郎のもとへ寄遇する。 7月15日、安倍野の料邸、千歳で、宮田和江と挙式し、南河内郡の田村へ移る。なお、この時期、作之助は日本、織物新聞社や日本工業新聞社への勤務を経験している。一方で、作家活動も続け、1939年9月には、開封六号に、続集を発表。この作品は、儀県畜中国二郎の長兄。 吉川茂太郎の生涯に大を得たものだが、これが、翌年、室尾再生の推薦で、芥川龍之介賞候補作となって、注目を集める。さらに7月に発表した、夫婦全在が、改造者の第一回文芸推薦作品となり、これを機に、本格的な作家生活に入る。なお、続集の冒頭に登場する、古後勘吉は、義兄竹中国次郎の父で、 夕朝の網元である、吉川暴六と言われている。戦時中には、長編小説、青春の逆説が、発禁処分を受けたりしたが、当時の世俗を滑車した短編、世相を発表するなど、太宰治む、坂口安の石川敦司らと共に新月作派として活躍し、小田作の愛称で親しまれた。1944年8月6日に、妻、 一子を癌で亡くし、二年後に笹田和子と再婚した。1943年の、長雨、勝負師及び1946年の、可能性の文学は、大阪の衝撃士、坂田三吉を題材としており、織田の死後の1947年に、北条秀次がさらに、坂田を主人公とした、擬曲、王将を発表をして、坂田三吉の名が広く知られるようになった。 1946年12月、結核による大量の滑血を起こし、東京病院に入院する。一進一退しつつも病状は徐々に悪化し、翌年の1月10日に死去。去年33、天徳寺で通夜が取り行われ、13日には霧ヶ谷斎場でダビに付される。1946年8月30日から読売新聞に連載されていた。 土曜夫人は12月8日で中絶した。その後、大阪にて、再び通夜が行われ、1月23日には、両言寺で葬儀が営まれた。葬儀委員長は、作家、藤沢武雄、母子は、義兄、竹中国次郎が務めた。墓所は、両言寺の境内にあり、墓碑の背面には、藤沢と吉村昭一郎の手で、作之助の生涯が記されている。 2008年1月に、六八金星と同じ台の未発表原稿が36枚発見された。原稿は、戦中の1940年の文芸9月号に掲載される予定だったもので1946年に発表された六八金星のと書きに同じような材料を私は昭和15年に書いたが、当時発表を許されなかったと記されていたことから、 これがその同じような材料にあたるものではないかと考えられ、検閲により発表できなかったのではと考えられている。未掲載原稿は400字詰め原稿用紙で書かれて、折り未完。ストーリーはほぼ同じだが、細部の文章が大きく異なる。出世作となった、俗州、夫婦全財をはじめ、競馬、世相など短編を得意とした。また、出身地である大阪に関わりを持ち、 その作品には大阪の庶民の暮らしが描かれていることが特徴である。ありがとうございます。